水原容疑者は銀行詐欺で起訴され、スポーツ賭博が下手、わら、と自虐発言。大谷翔平の口座から1600万ドル以上を不正送金し、4068万ドルの純損失を出したことが判明。ファンの多くが仰天し、うなってしまったと反応した。中島美嘉がインドネシア旅行のプライベートショットを公開。美しいオフショットに反響が寄せられている。バンドメンバーの馬谷勇との結婚を発表した中島は、インスタグラムにプライベートな写真を投稿。自撮りショットや船での様子などを披露した。ファンからは、ナチュラルで素敵、新婚旅行のようなどのコメントが寄せられている。大王製自然会長、井川元隆氏が、野球選手、大谷翔平の元通訳による不正送金問題について言及。井川氏は自身のカジノでの不正融資問題を重ね合わせよ。俺の半分超えたな。なかなかやるじゃないか。一平さんとコメント。大家の潔白を報じた記事も貼り付けた。大谷翔平が遭遇した賭博スキャンダルで、流出金額が当初の6億7000万円から24億5000万円に膨れ上がった。通訳の横領が発覚し、大家は当局の事情聴取に応じた。そんな中、大谷は愛犬デコピンの写真とともに、サンクユーと SNS に投稿。デコピンがワインボトル型のぬいぐるみをかじる姿がファンを癒している。大谷はパドレス戦で日本人メジャー最多本塁打記録にあと1本と迫り、スキャンダルを乗り越えて活躍が期待される。米司法省が水原一平氏を訴追。水原氏はドジャース大谷翔平選手の元通訳で、無断で銀行口座から1600万ドル以上を不正送金した容疑。米メディアは水原氏と堂本とのやり取りを報道。水原氏は借金苦から脅迫を受け、最終的に送金。騒動発覚後に身の危険を感じたと語った。